回参加受付スタッフ、練習時間とちょっとかぶっちゃうな。人参加工工場、蹄鉄品質検査、レース近いし余り方が来るのは。おお、短期 OK、 荷物と無駄を直接お届け、早間便臨時宅配員、これなの。トレーニングになって一石二鳥。この調子なら来月のノートサービスは一緒に遊園地も夢じゃないかも。お姉ちゃんファイト頑張っちゃうの。妹たちの写真を送ってくれたんだけど、すっごい変顔で。レース前になるとね、こういう笑える写真を送ってくれるんだ。で、まんまと笑っちゃった。きっといつもの笑顔で楽しんでってことだと思うんだよね。期待には応えないとなの。今ならタフネスバーガーお安いよ。なんとお仕事頑張ってる子には無料だの。あ、ほら、仕事中って食事忘れることあるでしょ。買い物時間も惜しくなったり、そういう時はこういう軽食がおすすめだよ。あ、感想あったら聞かせてね。店長が売り場拡張の参考にしたいらしくて。というわけでよろしくなの。確かに、レースで対決するまでお互い喋らないで緊張感持っておいたら、もっと勝負って感じになるかも。そうそう、気持ちから入るってことで。よし、じゃあスタート。私たち部屋だって一緒だしね。四六時中これはちょっと。まあいい腹筋運動にはなりそうだけど。やっぱり私たちは本番のターフに全てをかける。それが一番しっくりくるね。負けないよライアンちゃん。捕まえてみせるよアイリス。バイト先でマックイーンちゃんが好きそうなスイーツの販売を始めたの。まあ、経験豊富なアイネスさんの太鼓判とは。一体どちらのスイーツ店ですの？それがね、球場なんだよ。クレープを野球グラウンドに見立てたアイディアスイーツなの。ああ、存じ上げておりますわ。先週球場の売店で見と。ライバルによっては刺したり追い込んだりも考えなきゃダメなのかな。
私もそう思う。戦闘の景色は誰にも譲りたくない。アイネス先輩は違いますか？違わない。私逃げ切りたい。ありがとう二人とも。私次も頑張ってみるの。よし、今度の子供服セールは負けないの。この青函スプレーシリーズ新作出すんだ。メルティーブロッサムの香りか。甘くて華やかな匂いがするんだろうな。あ、でも私のイメージにしては少し甘すぎるのかな。ちょっとだけなら。いや、どうしよう。何回生まれ変わっても真っ先にお前を見つけるよ。か、はあ、何度読んでも最高すぎる。あの状況でこれを言われたら私、うわっ、トレーナーさん、今の聞いて。前腕クッキングもシュライキングも絶好調だ。あ、お疲れ様です。トレーナーさん、休憩ですか？もし買った飲み物の蓋が固かったら私に任せてください。むしろ固い蓋に挑みたいんです。筋肉が強者を求めてうずいてるんです。商品目白押しで買うしかないの。それなら私も手伝うよ。いいの？でも戦場になるのは必死だよ。望むところ。荷物もたくさん持てるし任せてよ。相変わらず頼もしいの。それじゃお願いするの。私の鍛え上げた筋肉たち、噂の戦場でどこまで通用するか楽しみだな。次の休み、マックインが新しくできたコスメショップに行きたいって。ライアンや私も一緒に行く流れみたいだけど、知ってた？え？いや、初耳だよ。コスメショップ、あのガーリーなところか。マクイーンやライアンはいいけど、私にコスメは似合わないし。待った、そんなことはないよ。ドーベルは可愛いんだ、絶対似合う。か私だってコスメはまだ早いって思うけど、ちょっと見てみたいし。ドーベルが来てくれたら心強いな。ダメかな。わかった。絶対裏切りはなしだからね。わかってるよ。よし、頑張ろう。ああ、また断られちゃった。みんなシャイなんだから。ちょうどいいところに。ね、私とデートしない？風を切り裂く海岸沿いドライブ、ときめきとドキドキは保証するわよ。ゲロゲロ、なんでお家の掃除をサボっちゃってたかな。やっぱり一人っていうのは気が緩むわね。じゃなくて、明日後輩ちゃんたちが家に来るまでにどうにかしなきゃ。よし、
とりあえず床のものはクローゼットに避難。これで行こう。最近は食べたご飯やスイーツの写真をネットでみんなに見せるんでしょ。それならお姉さん、流行のとっておきうまスタ映えグルメを知ってるのよね。その名もナタデココとティラミス。炒め飯とセットでバッチ食うよ。これはあれね、たくさんのチョベリグ間違いなしってね。ねえルドルフ、今の制服も可愛いとは思うんだけど、あと少し変えるとみんなのやる気がアップしちゃうと思うの。制服は急に変えられるものではないが、話は聞こう。ガッテン承知のすけ、入れるだけで威厳が出てクールで強そうな女に早変わりするアイテムがあってね、肩パッドって言うんだけど。肩パッド聞いたことがある。シルエットで印象が変わる話は興味深いな。でしょでしょ、しっかりした肩は強ちゃんの証。自信あふれるシルエットになったらますますみんな激マブになるって。今度の生徒会で皆の意見を聞いてみようか。マルゼンさん、奢ってくださってありがとうございました。問題なし。この前ドライブデートしてくれたお礼よ。それでその後はどう、うまくいってる？はい、最近つきまとっていた焦燥感、風と一緒に吹き飛んだみたいです。それはよかった。やっぱりグラスちゃんと私どこか似てるところあるから。だから、また悩み事があったらドライブでかっ飛ばしちゃいましょうね。そうですね、いつも先輩にお任せするのもなんですから、次は私がお茶会にお招きしますね。なるほど承知の助、お茶会のお誘いいつでもウェルカムよ。あのね、ウマドンとして生き残るためには流行の最先端を抑えるのも大事だと思うんだ。ウマドルのことはまだよくわからないけど、それはいいアイデアだと思うの。じゃあまずはセンスね。ド派手なふわふわセンスで視線をキャッチよ。ふわふわセンス、あんまり見たことがないの。ド派手でふわふわいいですね、ウマドルにぴったり。あとはキラキラなボディコンに着替えれば激マブでバッチグーよ。ボディコン、それも聞いたことがないの。さ、そうと決まればみんなで着替えましょう。ケツタッチになる前にゴーゴーよ。よーし行きましょう。おーウマドル